ご紹介ありがとうございます。NBDC の研究員の三橋でございます。本日は、NBDC 人データベースと統合バーの、人類連学研究への貢献を目指してというタイトルで発表させていただきます。で、私は前半の人データベースの説明をさせていただきます。で、利益相反は特にありませんということです。で、まず我々どもの NBDC という組織の紹介をさせていただきたいと思います。国立研究開発法人の科学技術振興機構、略称 JST ですが、その中の、組織センターの一つで、2011年の4月に設立いたしました。で、ミッションはですね、生命科学分野のデータベースを使いやすくするということで、この4本が、大きな、柱になっております。で、一番分かりやすいところから言いますと、いわゆるデータの公開をしているんですけども、例えばですね、どんなデータ、生命科学系のデータベースがどんなところにあるのかっていう、そのデータベースの電話帳、カタログを作っております。で、もう一つは Google 検索のようにですね、キーワードを入れると、生命科学のデータベースを検索してくれる横断検索というのをサービスしております。で、もう一つ DB アーカイブというのは、ライセンスなんかをですね、きちっと整備した上で、丸ごとデータをダウンロードして、自由にお使いいただけると、そういったアーカイブ、この3つ主な、事業としてサービスを展開しております。で、人 DB はこれの一晩ということになります。で、それをやるためにですね、他の事業としまして、我々独自のサービスだけではなくてですね、府省間ということで、我々は文部科学省の組織でございますが、経産省、農水省、厚労省のその、府省間でも先ほど言いましたようにカタログ情報を共有したり、横断検索を乗り入れたりと、いったことをやっております。で、もう一つですね、基盤技術開発ということで、単にデータを集めるだけではですね、使い勝手がよくありませんので、いわゆる情報技術開発、そこからそのデータから、より良い知見を得るための情報技術開発もしております。で、特に、複数のデータベースをですね、つなぐための研究ということで、基盤技術開発をですね、ライフサイエンス統合データベースセンターという、別のまた研究所があるんですけども、そこと共同研究で開発しております。で、主な技術として、ここではあまり説明しませんが、リソースディスクリプションフレームは、略して RDF という技術があるんですけども、それを使ってより、複数のデータベースをつなぎやすくするための技術開発もしております。で、もう一つ、ファンディングということで、各分野の専門家の先生にそれぞれデータの統合を進めていただくための、ファンディング支援を、しております。それでですね、この分野に近いところではですね、ゲノム多様性のデータベースの統合ということで、東京大学の徳永先生であったりとか、長浜コホートの、データベースですね、 HGVD の開発、京都大学の松田文子先生などに、ファンディングを行ってきた、歴史がございます。で、4番目は国際連携ということで、後で出てきますけども GA4GH とかそういった国際連携にも関与しております。で、ここでですね、我々オープンデータということで、研究データの公開再利用、共有というのを進めているわけですけども、ここで世界的にどういう流れになっているかというのを簡単にご説明させていただきます。で、オープンサイエンスという言葉がありますけども、これはですね、学術論文のオープン化、よくこれオープンアクセスという言葉を使います。プラスそれだけではなくてですね、やはり研究データそのもの、例えば論文に書いてあることを追試したりするために、やはりデータがないと再現できませんので、そういう意味と研究データの公開、このセットになってオープンサイエンスが実現できるというふうに考えております。で、人に関しましては、米国で2014年に、GDS が出まして、こういったゲノムデータを共有するというポリシーが、課せられたというわけです。で、日本におきましても、今年の3月に AMED からですね、データマネジメントプランを、ファンディングに応募する際には提出するように、義務化されたと、後で少し説明しますが、という経緯がございます。あと、こういったデータを公開するために、技術的な問題ですけど、フェア原則というのが最近、国際的に注目されています。で、フェアというのはこのファインダブル、アクセシブル、インターオペラブル、リユーサブル、この4つの頭文字を取ったものです。で、先ほどの我々のサービスで言いますと、データベースカタログというのは、どこにデータベースがあるかって見つけられる。で、横断検索というのは、そのデータにアクセスできるとかですね。で、あと、DB アーカイブというのは丸ごとダウンロードして、データ丸ごと再利用できると、こういった、原則に沿って我々のサービスも運営されているわけです。で、もう一つ、人に関してですね、重要な、国際連携の話としまして、グローバルアライアンスフォージェノミックスアンドヘルス、略して GA4GH というの
アライアンスがあります。でここではですね、国際的に、人データを共有するための、統一プロトコルでの、ゲノム解析の仕組みとか、研究者認証、あと、倫理とか、法的社会的、そういった面での、世界的な、フレームワークを作って人のデータの共有を進めましょうという、そういうアライアンスができておりまして、先週スイスの方で総会が行われております。で、その次としまして、じゃあなぜ制限公開データベースが必要なのかと、オープンデータを推進、オープンサイエンスを推進していく中で、特に人のデータベースというのはなぜ制限公開をしないといけないのかというのは、一言で言えばプライバシーの保護ということになります。ということで、データ公開とか利用する際にはですね、適切な審査をして、利用なり提供していただくという意味で、そういう審査を行うという意味で、制限公開という名前になっています。で海外を見渡しますと、米国の NIH では2007年に、DBGAP という、すでに制限公開データベースが発足してまして、欧州ではその次の年に EGA で、日本ではですね、我々 NBDC と、国立遺伝学研究所の DDBJ センター、これが共同運営しておりますが、NBC の方では人データベースと呼んでいます。で、DDBJ の方ではジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブ、略して JGA という名前で、運営しておりますが、これは一体的に運営しております。これも先ほどの絵の続きですけども、こういうふうに人の、制限公開データも日米欧で連携しているという意味です。で米国と欧州の間ではサマリーデータ、メタデータの共有がすでに行われているんですが、日本との間では、予定はしているということですけど、まだ現時点ではちょっとサマリーデータは共有されていないということになります。で JGA の方ですけど、こういったホームページができておりまして、繰り返しになりますが、 JGA の役割としましては、データを、セキュリティを保って厳格に管理するということと、あとは先ほどの、日米欧の連携しておりますので、アクセッション番号を発行することができます。あとは、適切なメタ情報をきちっと整備して、記述していくというようなのが JGA のミッションになっております。ということで、前置きはここまでにしまして、でここから NBC 人データベースの紹介をさせていただきます。で3つに分けておりまして、最初は、仕組みとか、概要の説明をさせていただきます。で2番目に、皆様、データ研究をして、そのデータをサブミットしないといけないデータ提供者になることももちろんあるかと思いますし、もちろんデータベースにあるデータを利用すると、両方の立場にそれぞれのシチュエーションでなる場合があるんじゃないかと思いますので、それぞれの視点からですね、気をつけていただきたいことに関して、説明をさせていただきたいと思います。で、NBC データベース運用の概要ですが、全体像を言うとちょっと結構、複雑な図になるんですけど、まず、NBDC が何をしているかということを簡単に申し上げます。NBDC はですね、まずその人データを共有するのに、やはりルール、ガイドラインを作らないといけませんので、これはですね、2013年に発足する、時点でですね、どういう、ルールでが、共有すればいいかというガイドラインを作りました。で同じように IT セキュリティ的にですね、どういうデータの管理をするべきかと、技術的な意味でのセキュリティガイドライン、これを合わせて作りまして、有識者を有するデータ共有分科会で決裁し審議していただきまして、これを策定いたしました。で、こういったものを準備した上で、この全体の枠組みはですね、NBC 人データベース倫理審査委員会で審査していただいているという状況になっています。で提供者の方はですね、データをサブミットしたい場合、申請を出していただきます。で申請を出していただきますと、人データ審査委員会というのがございまして、これは6人の外部有識者による審査が行われます。でそれによって、どういう審査をするかというと、こういうガイドラインにのっとった、きちっと研究がされたデータが提供されているかということを、チェックする機関であります。でこれで、OK が出ますと、先ほど言いました DDBJ センターの JGA の方にデータをアップロードするという仕組みになっています。同じように利用者の方もですね、利用したい場合には申請を出していただいて、その利用したい研究内容がこの人データ審査委員会によって審査されてガイドラインを満たしているということであれば、DDBJ センターの方からデータをダウンロードできるという、そういう仕組みになっております。
で、まあ、データの種別なんですけども、まあ、2種類のデータがありまして、まあ、研究をしますと、まあ、データが出てきますけども、そのデータをですね NBDC 使途データベースに入れていただく際にはですね二重匿名化をしていただく必要があります。まあ、これはですね多分各、研究機関の中でも氏名とかそういった個人を特定する情報というのは ID に変換されたいわゆる連結匿名化とか連結不可の匿名化というのをされていると思うんですけども、まあ、研究段階でされている匿名化の上にさらに、こちらに出していただくときに新たに匿名化をしていただく必要があります。それを称して、まあ、二重匿名化というふうに申しております。でこの匿名化していただく際なんですけども、やはり最後にですね利用者からフィードバックがかかったりしますので、できれば匿名化したものからですね元の情報に戻せるようにいわゆる対応表というのを残しておいた状態で、その対応表はこちらのプロジェクト実施機関に保存しておいていただいて、決してこちらで我々の方では受け取らないんですけども、まあ、そういったフィードバックに対応するためにですねぜひ対応表を残した状態で二重匿名化をしてサブミットしていただきたいと思います。でサブミットしていただいたデータはですね、例えばまあ論文が出るまでとかそういった間公開を待機させることができます。で例えばもう論文がパブリッシュされまして、データをまあある程度利用させてもいいよっていうふうになれば、先ほどから申しましたように個人ごとのデータに関してはコントロールドアクセスデータということで、先ほど言いましたデータ共有審査委員会で利用者は利用申請をまあ審査した上で利用を許可するという、そういう仕組みでデータが共有されます。で一方ですね、統計値とか頻度とかいったですね個人を特定できないデータに関しては非制限公開データ、まあ、オープンデータとしてウェブサイトから自由にダウンロードできるようになっています。ということで人データベースとしてはこの制限公開と非制限公開2種類のデータを扱っているということを覚えていただければ良いかと思います。で人データベースの概要ですけども、まあ、ちょっと繰り返しになってきますけど、人に対されるデータが対象です。で二重に匿名化してください。あと公開時期とかですね、まあ、論文がなかなか出ないのでもう少し公開時期を延ばしたいとかですね、あと IC の中にこういった制限事項があるんだけどこれを認めてくれるかとかで、ね、そういったことに関しては随時ご相談乗りますのでご相談いただければ良いかと思います。であと、個人情報保護法が変わったりとかですね、ゲノム指針変わったりとかしてますけど、そういう指針の変更にも柔軟に対応していっております。で公開データ件数は、サブミッションの数としてこういう、70件ほど制限公開データあります。でサンプル数にするとだいたい32万くらいのサンプルが申請中のものもあれば、登録されているという状態です。でここに書いてありますような、まあ、大型プロジェクトからのデータも、搭載されています。ということでその、まあ、データ数の多いものの例としまして、2つを紹介させていただきますが、最初はバイオバンクジャパンのデータです。まあでヒム番号という、まあサブミッションの番号ついてますけど、これも番号で、登録されております。で、まあ、ここに書いてありますような、まあ、疾患のデータが入ってまして、まあ圧制の方法としてはインベーダー方法であるとか、まあ、イルミナのジェノタイプのアレイのデータですね。で、データとしましては、BMI のデータ15万ぐらいありますけど、ジェノタイプデータとして18万という非常に大量のデータがございます。でさらにですね、本年の8月にハイセックで、シークエンスしたホールゲノムシークエンス WGS のデータ1026名のデータが、登録されました。でもう一つの例は、まあ、JADNI プロジェクトということで、これはゲノムのデータではなくて、いわゆるアルツハイマー病のですね、画像マーカーを探索する、まあ、研究だったコホート研究だったわけですけども、それの、データです。人数としては600人ほどのデータが健常アルツハイマー NCI の人3群で集められてまして、まあ心理検査の結果であるとか、あとアポイの遺伝子型であるとか、血液検査のデータで、メインのデータは MRI とか PET の画像なんかも、取り込まれています。ということで、まあ、概要を、ご説明させていただいたんですけども、次は、データ提供者の視点からですね、3つの点について、ご説明したいと思います。でまずは、なぜ人データベースのデータを提供しないといけないのかという、まあ、素朴な疑問からです。で、この、ご存知の方も多いかと思いますけど、まあ、もちろん、今論文を書いてジャーナルに出すためにはですね、ジャーナルでアクセプトされるためには、自分が出したデータを公的 DB に、まあ、登録してですね、アクセッション番号をもらってそれを論文に書かないといけないということです。
これネイチャー、セル、まあ、プロス、どこに、まあ、主な雑誌にはすべてそういうことが書いてあります。でさらにですね、そういったそのジャーナルが推薦している登録先としてですね、先ほど言いました、遺伝犬の JGA というのはですね、アメリカの DB ギャップや欧州の EGA と全く同じ立場で、推奨レポジトリとして、まあ、サイエンティフィックデータから、認定されておりますので、DB ギャップにサブミットしても EGA にサブミットしても JGA にサブミットしても雑誌としては同じように扱われるということです。ですので日本語で登録とかの作業ができるのは JGA だけですので、ぜひJGA の方に登録していただきたいというふうに思います。で次の、まあ、必要性の2番としてはですね、先ほどちょっと申し上げましたが、今年の3月に A メドの方でデータマネジメントプランを提出するということが義務化されております。まあ、それがそのこのホームページでして、まあ、これがその、募集要領の記載要領の一部なんですけども、まあ、そういった、共有を図るためにやはりデータマネジメントプランをあらかじめ立てるということがファンディングを受ける上でもですね、非常に重要なファクターになってきているということです。でさらに制限公開データについてはですね、公的データベースについては原則として NBDC、HitDB、JGA に登録してくださいというふうに言われておりますので、ぜひ NBDC の方にまあもう登録してくださいとか登録せざるを得ないという状況になってきているかと思います。で次に、まあデータ提供の2番目ですけど、じゃあどんな手続きする必要があるのかということです。でそれはですね、このホームページのデータの提供というところをクリックしていただきますと、ちょっと字が多いですけど出てまいります。でポイントは研究計画書、あと同意文書、その説明文書、あと、研究内容についての IRB の、承認通知書、この3点セットが基本になります。まあ、これ以外に申請書があるんですけども、これを、つけていただくということです。でこれは研究を始める段階でですね、ちゃんと作っておかないと後からこれをレトロスペクト遡って作るというのは非常に大変ですので、ぜひ研究前に用意していただくということを頭に入れておいていただきたいと思います。で具体的にじゃあ IC の説明同意文書にどんなことを書かないといけないのかということですけども、具体的にこう書いてあります。でデータベース一番大事なのはですね、データベースの具体名というのは、まあ、書く必要はないんですけど、公的データベースに公開するということを書いておいていただく必要があります。これが書いていないとちょっと我々ではデータを受け取れません。で2番目はですね、これマストではないんですけども、やはり我々のデータ共有の精神からしてですね、単純にアカデミアだけで共有するのではなく、まあ、製薬会社等の民間企業とか海外の、機関でも機関に所属する、まあ、研究者とも共有したいと思いますので、ぜひこういうことに関する制限をつけないような、IC を取っていただきたいと思います。で3番目はですね、他の研究、特に疾患とかを限定せずに他の疾患の研究、まあ、コントロールデータとして非常に使うことが可能ですので、特に疾患を限定することなくですね、他の研究にも利用できるというようなことをきっちりと書いて同意を取っていただきたいと思います。で最後は、まあ制限公開、非制限公開、必要に応じて、公開されますよというこのアクセスレベルに関しても同意を取っていただきたいと思います。ということで、具体的に先ほど述べたような同意文書というのは実はひな型がございます。でこの FAQ のページの19番のところに、まあ、こういったどういうふうに、説明文書を書けばいいのかというリンクがあります。でこれはですね、先進ゲノムプロジェクトと共同で、まあ、先進ゲノムプロジェクト向けに、作ったモデル書式が先進ゲノムプロジェクトのこのページからダウンロードできるようになってますので、ぜひこれにアクセスしていただいて、まあ、作成していただければと思いますが、まあ、分からないところも多いかと思いますので、まあ、不明点は本当に HitDB の方に、問い合わせていただければと思います。ということで、これ先ほど書いたことが実際のページですけど、先ほど書いたことが赤線のところにきちっと書かれています。ということで、データの手順について、まあ、フローをもう一度説明したいと思います。で、まあ、例えば、先ほど言いましたようにジャーナルからの、まあ、投稿規定であるとか、まあ、ファンディングエージェンシーから、まあ、公的 DB の登録っていうのを要請されるわけですね。まあ、それが、まあ、モチベーションになる場合が多いんですけども、まあ、それに応じて、提供者が、データの提供申請をヒトデータ審査委員会にします。でその時にどんなことを確認するかっていうのは、これも繰り返しですけども、IC の中できちっと、研究参加者にデータ公開の同意を取ってるかということをきちっと確認します。書面で確認します。同じように、IRB 機関庁によるデータ公開の許可が取れてるかということですね。
あと、データがそれぞれ非制限公開にするのか制限公開にするのかということをきちっと確認します。あと、公開予定日、これも論文出るまでエンバーゴ可能だったりしますが、これもきちっと確認します。でそれ以外に IC なんかで制限事項がついてないかどうかということを確認します。で、こういったことを確認した上で、それが、きちっとガイドラインに準拠しているかということを審査委員会で審査した上で、OK が出れば提供者に承認を出します。でそして、JJ の方にデータをアップロードしていただきまして、JJ の方からアクセッション番号が付与されて、最終的に論文にアクセッション番号を記載することができるという仕組みになっております。ということで、これもうちょっと時間的なタイムスケールを入れた、先ほどとほぼ同じ図ですけども、大体経験上ですね、データ提供申請の、申請書を書いていただいたり、臨時審査通すのに大体1週間ぐらいかかるのかなと思っております。で、我々の方に申請をしていただいて、人データ審査委員会で審査する期間が大体経験上2週間程度ではお返しできるようにしたいというふうに考えています。であとですね、データを公開するときにどんなデータが入っているかという、いわゆるカタログデータというかメタデータを公開しますので、その情報を記載したウェブサイトをこちらの方で作成します。でそれに大体1週間ぐらいかかりまして、そのサイトを確認していただいた上で、登録データメタデータを揃えていただいて JGA の方に、アップロードしていただくという、こういった手順になりますので、全部で大体 1ヶ月くらいを見ていただければデータ公開できるかと思いますけども、やはりお急ぎの場合とかはですね、なるだけ早く公開していただいた方がこちらとしても助かりますので、余裕を持って、公開して申請していただければというふうに思っております。で3番目ですけどもの、疑問ですけども、じゃあデータ提供者が自由にデータ利用者を限定したりとかですね、利用条件を設定できるのかっていうことですが、これまでの、話の流れから、それができないのが、公的データベースということなんですけども、ということで当然答えはできません。ただし、先ほど言ってますように IC の中の説明文書で、指定している制限項目についてはですね、例えば、疾患を限定するとかそういったものに関しては対応しますので、付帯事項としてこういった、制限事項を加えることはできますので、IC で、制限項目があるからといって、公開できないというわけでは決してありません。で次に、データ利用者の視点からということで、データ利用に必要な手続きと、あと、最近クラウドサーバー、ゲノムの解析に非常に計算資源を使いますので、じゃあクラウドサーバーで解析できるのかというこの2つの疑問について答えていきたいと思います。でデータベース、利用の手順ですけど、これも申請と提供とほとんど似ておりまして、動機としてはレプリケーションデータセットが欲しいとかいうところが始まると思うんですけど、申請を出していただいて人データ審査委員会で、ガイドラインに沿った利用がされるということを確認された上で承認が出まして、データにアクセスしていただく、JGA の方にアクセスしていただいてダウンロードするという形になります。でこちらの義務としましては、年に1回とあと終了時にですね、利用状況を NBDC の方に報告していただく必要がございます。でこれはですね、 NBDC 人データベースのトップページですけども、じゃあデータセット、どんなデータセットがあるのかって実際にですね、検索する画面になっております。で、データセット今70ぐらいございますけども、一覧表になってますので、スクロールして見ていただいても今のところはそれほど多い、量ではございません。でこのテーブルの中はですね、キーワードをこう入れていただきますと検索できますので、必要なキーワードが入っている行だけ、絞り込むことができるようになっています。あと、サイト全体に関しても、絞り込み検索がついております。で、今度手続き、データ利用の手続きの方ですけども、提供と同じようにですね、申請書を書いていただくのと、研究倫理指針、倫理審査委員会の承認を得ているということを、書面で、提出していただくということになります。でこれがですね、利用申請ということで、サンプルはですね、皆さん のお手持ちの資料の中にも書いてあるかと思いますが、だいたいこの A4 で、裏表1枚なっております。で簡単にご説明しますと、研究代表者 PI の方の、所属とか氏名を書いていただく必要があります。この際ですね、E メールは、フリーの G メールとかではちょっと許可しておりません。きちっとした組織から発行されたアドレスを記入していただく必要があります。これは問い合わせ連絡先の方も、
必要ですし、あと学部長とかですね、そういった所属機関の長の一応、お名前もいただくようにしております。まあ、これは何のためかと言いますと、 PI に何かあった時のために所属機関長には、責任を取っていただくというために、連絡先をいただいております。であとですね、このデータ、人データにアクセスされる方全員のお名前を研究分担者として登録していただく必要がございます。で次です、続きですけども、あとはまあガイドラインに準拠しているかというチェックをしていただいて、残りはですね、どういう研究に使うかという研究、利用する研究に関するデータ、内容を書き込んでいただくということですので、基本的にはIRB に出される研究計画書とほぼ同じ内容のものを転記していただければできるような仕組みになっておりますので、そんなに難しいものではないということを基本的に覚えておいていただければよいかと思います。で当然データ開始日というのも指定していただく必要がございます。で最後ですね、利用の時には何、ですけども、情報セキュリティ対策がきちっとされているということも申請時に宣言していただく必要があります。でもちろんこれも釈迦に説法ですけども、セキュリティ対策の目的というのはですね、当然この、研究参加者からいただいたですね、大事なデータ、プライバシー守らないといけませんので、漏洩防止をするということに関して、全て書かれておりますので、制限公開データというのはですね、これご自身の所属組織の、ネットワークの絵ですけども、制限公開データを扱うサーバーとそうでないものを基本的にサーバーを分けていただくのが一番良いと考えています。でもしそれができない場合でもホルダーを別にしていただくとかいうことで、少なくとも制限公開データと他のものを分けていただくということと、あと置いた場所からですね、原則移動しないという、ルールを守っていただくことになっています。それを実行するための、具体的な30項目ぐらいの内容を、チェックしていただくということになっています。でこれも、利用までの流れをですね、タイムスケールを入れて書いた流れです。復習になりますけども、だいたい書類を揃えるのに、1週間程度で、審査に2週間程度かかるということで、あとはデータのダウンロードですね、これもちょっとデータ量が多いと結構時間かかるんですけども、ダウンロードしていただくということになります。でもし、ダウンロードが難しい場合はディスクなんかでも、お送りするということができるようにはなっています。で最後の問題、疑問2番目の疑問ですけども、利用者に関してじゃあクラウドサーバーで解析できるのかっていうことですけど、これは現在のところまだできません。でクラウドっていうのはいわゆる Amazon とかですね、Google とか、Microsoft Azure とかそういった民間のクラウドサーバーでは、今のところ解析できません。ただしですね、DDBJ センターに新しく、今年のですね、8月31日から、こういった人デー B、JGA のデータを解析しても良い、サーバー、これを機関外サーバーと呼んでおりますが、これを、新しくサービスとして、提供し始めましたので、もしですね、ご自身の、組織にですね、大量のデータを解析する、マシンリソースがなかったとしてもですね、DDBJ の方の環境を使って、解析していただくことができるようになりました。もちろん、ご自身のデータを混ぜて解析していただくことができます。でその機関外サーバー、その DDBJ の、個人ゲノム解析環境のホームページですが、こういったキーワードを入れていただければ、Google のトップに出てきます。で人データベース JJ のデータを、解析に使う場合はですね、 NBDC にも申請していただく必要があるんですけど、もちろんご自身が手持ちのデータだけを解析したい場合もあると思いますので、その時は、DDBJ にだけ、申請を申し込みをしていただければもちろん使えることになっています。ということで、まとめですけども、NBDC 人データベースとはですね、何回も言ってますように、MEDなんかの公的資金による人関連研究の成果を、共有するための受け皿です。で、論文に記載が、必要な、JGA のアクセッション番号を発番しますので、論文発表なんかには必ず、必要ということになります。であとは、それぞれの役割について、ご説明しましたけども、やはり個人由来のゲノムデータですので、個人情報保護というのを、使い勝手だけではなくてですね、個人情報の保護というのも、きちっと確保しないといけませんので、それを行うために、それぞれの役割分担があるということですけども、NBDC は、ガイドラインを作ったりですね、それに応じた利用申請や提供申請の審査を行うという、いわゆるデータアクセスコミッティというのを行っています。DDBJ は実際のデータの管理であるとか払い出し、あとアクセッション番号の発番ということを行っています。データ提供者の方はですね、一番大事なのは、
集めたデータをきちっとデータベース、公的データベースに登録するということの同意を研究参加者から取っていただいているということ、これが一番大事です。で、その上で研究倫理委員会の承認を得て、その上で提供をしていただければと思います。で、データ利用者の方ももちろん倫理委員会の承認プラス、きちっとデータが漏洩しない、セキュリティ対策をした、まあ、環境を、作っていただく必要がございます。で、もちろんDDBJ の、環境を利用していただくこともできるようになります。ということで、まあ、フェア原則に沿った研究データの利活用を促進するというので、セキュリティも担保しながら、こういったことを、できるような環境を、まあ、提供しております。ということで、あと今後の課題ですけども、一つ目は、まあ、国際協調ということで、先ほど、まあ、DBGAP、EGA との3局連携というのはすでにやっておりますけども、グローバル、GA4GH とかですね、そういったアライアンスの中でですね、国際的に遅れないようにきちっとデータ共有ができるようにしていきたいと思います。であとはですね、審査の自動化っていうのを進めたいと思っております。でデータのアップロードダウンローダーすでにシステム化されているんですが、申請と審査のところが現在自動化するためのシステムを構築中ですので、来年度以降ですね、自動化できるようになっていくかというふうに思います。で最後にですけども、機関外サーバーでの解析はできるようになりましたけども、民間クラウドでの解析はまだできませんので、これはそういった解析ができるように、より使い勝手が上がるようにですね、日々ガイドラインなんかの研究に励んでいきたいというふうに思っております。で最後にですね、実はNBDC の仕事を2つ紹介しましたが、いわゆるガイドラインを作るという意味ですね、まあ個人情報保護法とかですね、最近だと GDPR だとか、いわゆる法律とか倫理指針というのはしょっちゅう変わりますので、まあ、これに応じてですね、我々のガイドラインも変えていかないといけないと、まあ、そういった世の中の流れをサポートする、フォローするというのは非常に研究的要素がありまして、これはなかなか大変な仕事です。でそれプラスですね、それぞれの申請がきちっと、ガイドライン満たしているかっていう、そういうチェックをするというのも実質は、事務局の方で我々研究員の方で行っておりますので、まあ、この人員が今ちょっと足りないということで、ぜひご興味のある方は応募していただければというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。それでは、我々どもが6月にリリースした新サービスであります統合バーについて豊岡の方から、ご紹介させていただきます。日本人ゲノム多様性統合データベース統合バーは、名前の通り日本人の、バリアントの情報を統合していくことを目指したサービスですが、主な目的として2点設定いたしました。目的の1としまして、NBDC 人データベースをもとに、個人特定されない加工データ、これは、アリル頻度情報やアリルカウントジェノタイプカウントなどですが、これらを提供しデータの概要をユーザーである研究者の先生方に、概要を把握していただくことを想定しております。目的の2点目ですが、日本や海外で公開されているバリアントのアリル頻度情報や、すいません、疾患との関連情報を統合しまして、ユーザーにワンストップでそれらの情報を検索可能にするということを目指しました。本年2018年6月7日に公開されまして、開発期間は企画段階含め約1年でございました。 URL はこのような URL になっておりまして、基本的に使用は無料となっております。統合バー開発の2つの目的のうちの1つである NBDC 人データベースの概要把握という点についてご説明させていただきます。NBDC 人データベースには個人情報である人ゲノム情報が制限公開の形で研究プロジェクトごとに公開されております。制限公開は利用申請をいただいて我々どもの DAC で承認されたユーザーにのみ公開されますので、この概要を把握するというのは申請前に概要を把握するということは困難でした。そこでこれらの研究プロジェクトにある NGS データですとかスニップチップのデータを同じ解析プロトコールで再解析しまして、個人情報が特定されない集計情報頻度情報に
しまして、誰でもウェブから利用できる形にして情報を公開いたしました。これによってデータの利用を検討されているユーザーが NBDC データベースにどのようなバリアントが含まれているのか最初に概要を把握することができ、最終的には各研究プロジェクトに利用の申請をしていただくということを目的としております。いわばこれらの研究プロジェクトのデータの再利用を促す宣伝のツールとしての役割も果たしていければと考えております。目的の2つ目としてワンストップ検索についてご説明いたします。ゲノム配列中に存在するバリアントと紐付けられる情報は疾患との関連ですとか、国内外のデータベースから公開されておりますアリル頻度情報、文献情報などさまざまございますが、これらはウェブ上に情報が散在しております。例えばバリアントと疾患の関連について情報を集めたクリンバー、バリアントとアリル頻度の情報としてはさまざまなポピュレーションを集めたブロード研究所のエグザックですとか、日本人のアリル頻度情報として東北メディカルメガバンク機構の 3.5kJPN や京都大学の HGVD が利用されているかと存じます。これらの散在する情報を取り込みまして、一つのホームページ上のページからワンストップで情報を取得するということを可能にしまして、先生方の情報収集の利便性の向上を図りました。このような公的データベースを実際の疾患研究にどのように役立てるかという点ですが、これは希少疾患の責任遺伝子探索研究において利用された例をご紹介させていただきます。希少疾患の場合は塗料のサンプルなどからまず最初に NGS のシーケンシングをしまして、そこから大量のバリアントがディテクトされます。ここから責任遺伝子である疾患の発症に寄与するバリアントをナローダウンしていくわけですけれども、そのナローダウンする際に公共データベースに存在するバリアントを絞り込みに利用いたします。これらの線ゲノムですとかデイビースニップには希少疾患関連のサンプルは含まれていないという仮定を置きまして、公共データベースに存在するバリアントをエクスクルードするという処理が一般的に行われているかと思います。そういったときに現在は線ゲノムプロジェクトですとかデイビースニップを参照される先生方が多いかと存じます。このような公共データベースにおける課題の一つとしまして、欧米のデータベースには日本人データが少ないということが挙げられます。このテーブルはブロード研究所が運営しておりますノマドと呼ばれるデータベースの集団別のサンプルサイズを表したものです。ノマドは1万5000を超えるホールゲノムシーケンスのデータですとか12万3000を超えるホールエクソームのデータから、バリアント情報を抽出し、搭載しているデータベースですが、ここに、このプロジェクト自体に線ゲノムプロジェクトのサンプルは入っているのですが、日本人はこの EAS イーストアジアンで、まとめられてしまっており、日本人の正確な、頻度情報というのはノマド上にはどこにも出てこないことになってしまっております。ノマドの前身のエグザックにおいても同様です。そこで NBDC 人データベースには帰宅されるデータが継続的に増加していきますので、これを利用しまして日本人のバリアントの頻度情報を継続的に更新していくというスキームを考えました。統合バーの中身ですが、検索対象のデータベースについてご説明させていただきます。統合バーはバリアントについて6つのデータベースを一括して検索することが可能となっております。 JGANGS、JGSNIP は NBDC 人データベースに帰宅されたデータからアリル頻度情報を抽出したデータベースとなっております。 JGANGS は
125人のホールエクソームシーケンスのデータからによって検知されたバリアントを搭載しております。また JGA スニップの方はスニップチップからのバリアント情報を約18万3000人を超えるサンプルから抽出した情報を搭載しております。さらにその他日本人のバリアントの頻度情報を集積した東北メディカルメガバンク機構の IJGVD、 これは3554人のホールゲノムシーケンスのデータを元にしておりますが、これに加えまして長浜コホートのサンプルを中心とした京都大学の HGVD も検索の対象に加えました。さらに海外のさまざまなポピュレーションのアリル頻度情報を主催したブロード研究所のエグザック、これは約20のプロジェクトからデータを一度に再解析したデータベースですが、このアリル頻度情報も検索対象に加えました。これに加えましてバリアントと疾患の関連性をまとめたクリンバーのデータを取り込み、また文献情報を NCBI のパブデータから、またコリルというサービスを使いそれらの文献に対する引用数も表示させております。前のページでお示しいたしました我々の作成しました JGA-NGS および JGA-SNIP のデータセットの由来の一覧をご紹介いたします。 JGA-NGS は主としてがん研究からの125のホールエクソームシーケンスのデータをもとに作成しておりますが、今回のバリアントのアリル頻度はまずジャームラインを対象にしておりますので、がん研究から算出されましたデータの中でも肥がん部ですとか末梢血由来のサンプルに対して再解析を行っております。また JGA スニップは18万3000人以上のサンプルからのバリアント情報を持っておりますが、これらのほとんどはバイオバンクジャパンからのデータとなっております。JGA-NGS データセットを作成した際の解析プログラムの一覧をご紹介いたします。今回 JGA-NGS はアメリエフ社製のバイオレットという製品を用いてバリアントコールを行いましたが、この製品にはバリアントコールに必要なこれらのプログラムが搭載されております。おそらく皆さんもよくお使いのツール群だと思われます。バリアントを抽出した後の解析のフローをご紹介いたします。各データセットを再解析しましてバリアントを抽出します。今回リファレンスは GRCH の37を用いておりますが、各バリアントにはこのバリアント抽出した後に表記の揺れが生じます。例えば染色体番号の表記揺れ、ミトコンドリアを例にとりますと、CHR の M ですとか CHR の MT ですとか MT ですとか、あとはスニップチップの方でよく用いられるプリンクのソフトウェアでは26番という番号が割り当てられていたりします。このデータセットごとに違う表記の揺れを修正いたしました。今回はこのMT で修正いたしました。またプラスのストランドですとかマイナスのストランドが混在することがございますので、その修正も行いました。またインサーションやデリーションで NGS で標準的に使用される VCF フォーマットとスニップチップでの表記に違いがありますが、これも吸収いたしました。例えばですが、サンベースペアの ATT のデリーションがあるポジションにあった際に VCF フォーマットでは CATT/C と表記されますが、スニップチップのアノテーションファイルのにおきましては ATT/- というような形で表記されることがございます。またポジションもこの CATT の C から始まるのか A から始まるのかということで1ベース違いがあったりしますので、この位置の修正も行いました。以上のような表記入れの修正を行いました後に、
染色体番号1リファレンスアリル、オルタナティブアリルごとにユニークに定まる ID として統合バー ID というのを各バリアントに付与いたしました。そしてこれらの、バリアントに対しましてバリアントエフェクトプリディクター別府を用いてアノテーションを、情報を付加しました。これらの処理を行った結果をお示しいたします。各データセットより、検知されましたバリアント数はこのようになっております。これらのバリアントからさらに JGANGS や JGSNIP はアリル数が5以下のバリアントを削除しております。また東北メディカルメガバンクの 3.5KJPN も 1% 未満のバリアントを削除しております。これは JGANGS などに含まれる研究に参加した方が例えば非常にレアなアリルをお持ちであった場合にそのレアの情報が公的なウェブの方で公開されておりますとその参加者がJGANGS に含まれる研究に参加したという個人同定がされてしまうということでこれを回避するためにこのような措置を行っております。 3.5KJPN につきましても東北メディカルメガバンクのウェブにあるオープンアクセスデータでは 1% 未満のアリル頻度を持つバリアントを削除して公開されております。これらの処理を実施した結果、統合バーで表示するバリアントの総数は1953万7677バリアントとなっております。次に統合バーの検索例をご紹介させていただきます。統合バーをアドレスを入力していただきますと、このような最初に画面が開きます。初期の画面におきまして登録されているバリアントは、最初にすべて表示されます。すべて表示されたバリアントから徐々にこういった検索の窓を使って、検索対象のバリアントの数を減らしていくというような、操作がメインとなっております。画面上部の、検索ボックスこちらですがには、RS 番号や位置範囲での検索が可能となっております。位置範囲の検索におきましては先ほど申し上げましたように現在のところは HG19 での位置に対応しております。また遺伝子名や関連疾患名におきましては3文字入力していただきますと候補の遺伝子名や疾患名が複数表示されますのでその中から選択していただくことが可能です。これらの検索条件を入力後にエンターキーですとかもしくはサーチボタンを押していただきますと対象のバリアントの検索の結果が下に表示されることになります。1行に1つのバリアントが表示されまして RS ナンバーですとかポジション、リファレンスアリル、オルタナティブアリル、ジーンシンボルですとかフリュークエンシーの欄には各データセットからのアリル頻度やクリンバーに登録されております関連疾患名が表示されております。アリル頻度につきましてはマウスをこの上に持ってきていただきますとこのようなテーブルが表示されまして通常表示されているのはこのカラーバーで表示しておりますけれどもマウスオーバーしていただきますと具体的な数字とアリル頻度がテーブルの形でご覧になることが可能となっております。次にこの検索結果をさらにフィルターとして条件を追加することが可能となっております。左の欄であらかじめ最初はすべてチェックがついておりますがこのチェックを外して例えば SNV だけ欲しいという場合でしたらオールをクリックしていただきましてスニップだ SNV だけチェックしていただきますと SNV だけがこの検索結果に反映されるという機能がついております。データセットやデータセットプラス頻度によってさらなる絞り込みのがかけられますしまたバリアントのタイプですとかクリンバーに登録されましたパソジェニシティの情報
でフィルターをかけることが可能となっております。先ほどの画面で1バリアントを指定していただきますと詳細の画面に遷移いたします。こちらが最初に画面上部に表示されるものですが、バリアントの基本的な情報やクリンバーに登録されたパソジェニシティの情報ですとか、各データセットにおけるアリル頻度、アリルカウントを表示しております。フリークエンシーの欄では、各データセットからのアリルカウントですとか、アリル頻度、ジェノタイプカウント、また VCF で NGS でバリアントコールを行った際のクオリティも表示しております。またブロード研究所のエグザックデータベースは世界中のさまざまなポピュレーションを持っておりますので、そのポピュレーションごとのアリル頻度もこちらに表示しております。またこの欄の上部の方に日本人のデータセットがなるべく固まって表示されるようにデータを配置しております。またジェノタイプカウントですが、データが取れるものに関しては表示しておりますが、まだちょっとすみません抜けが多く、データができ次第順次更新してまいりたいと考えております。さらにその下にはゲノムブラウザーがありまして、遺伝子のエクソン領域ですとかイントロン領域を上で確認していただけたり、近傍のバリアントがどれだけ離れて存在しているか、またそれらのアリル頻度というものが表示されております。またトランスクリプトの欄では、現在表示中のバリアントのトランスクリプトに与える影響を評価するため、トランスクリプトごとにシフトやポリフェン2のスコアを表示しております。またその下にありますパブリケーションの欄ですが、パブメドで報告されました論文やその関連の疾患名を表示しております。またこの論文に対する引用数については、こちらのサイテッドバイという欄のところに数字で表示されております。ただしこの数字につきましては、フリーでリファレンスのデータまで公開されておりますパブメドセントラルの情報を元にしておりますので、実際の引用数よりは少なく表示されてしまっております。これまでご紹介したような説明ですけれども、解説動画も作成いたしました。統合 TV というバイオインフォマティクスに関連したお役立ちの情報を動画で配信しているサービスがございますが、ここから操作方法の解説動画を配信しております。また同じ動画を YouTube でも配信しておりますので、Google などの検索エンジンに統合バー、統合 TV と入力していただけますと、検索結果上位にリンクが上がってくるかと思います。また統合バーのデータは以下のリンクからダウンロードが可能となっております。今のところは TSV タブ区切りのファイルフォーマットで情報データを提供させていただいております。また統合バーのホームページにダウンロードというタブがございますので、ここをクリックしていただくことでもこのアドレスにアクセスすることが可能です。将来的な機能強化の予定ですが、国際的なデータベースとしましては NOMAD ですとか DB スニップ GBAS カタログの取り込みを予定しております。またバリアントと疾患の関連をまとめたサイトであるクリンバーは今月次で情報が更新されておりますけれども、これもこの情報も随時キャッチアップしていきたいと考えております。また EQTL の情報についても組織別に EQTL の結果を取得することのできる GTEX の結果を参照可能にしたいと考えております。国内の情報としましては、バイオバンクジャパンのサンプルを用いた GBAS の解析結果をまとめました、ジェンガーや日本バンクリンバーである MGND との連携を考えております。ジェンガーですが、これは、バイオバンクジャパンの主に日本人を対象とした GBAS の結果を集約したウェブサイトで、鎌谷先生が作られた、サイトですけれども、ここには、11のケースコントロールの GBAS ですとか121の QTL の GBAS
6の EQTL の解析結果が出ております。これは一つサンプルなんですけれども、マンハッタンプロットですとかトップヒットのスニップ救急プロットの図が出ておりまして、さらにここをクリックしていただきますと、トップヒットのスニップが例えば他の疾患でどのような関連を示しているかといったデータも取得することができるサイトとなっております。また MGND ですが、これは AMED の臨床ゲノム情報統合データベース整備事業で構築されましたデータベースであり、がんや希少疾患、感染症、認知症、難聴を対象疾患とし、それらと関連する約9000バリアントに臨床的意義を付与したものです。これらのご紹介しましたデータベースはバリアントを解釈するときの重要なデータベースかと存じますので、ぜひ連携していきたいと考えております。さらに国内のデータベースとしましては、東北メディカルメガバンクからの 3.5KJPN のバージョンが上がりまして、ミトコンドリアや X 染色体のバリアントの情報が追加されましたので、この取り込みを行っていきたいと考えております。また日本人のデータセットからの LD 情報を取り込み、ゲノムブラウザ上で例えば表示を行いまして、近傍のスニップとどのようなハプロタイプを形成しているかというようなことをユーザーに分かりやすく情報を提供していきたいと考えております。4点目は予定というよりも夢に近いかもしれませんが、現在日本国内におきましてはホールゲノムシーケンスのデータが1万人以上はあるかと思いますので、これらをどなたかが集約していただいて再解析をかけていただいて、日本人におけるバリアントのアリル頻度情報の精度というのはそういったことをやりますと向上、非常に向上するかと思いますので、そのような解析をどなたかにしていただいて、ぜひ NBDAC のデータベースにお預けいただきますと、この統合バーに反映させることができますので、どなたかぜひよろしくお願いしますと。また検索機能の強化としましては、希少疾患の先生方がよく用いられますバリアントの HGVS 表記に対応したいと考えております。また今回は GRCH37 ですので、 GRCH38 にも対応していくことを検討しております。最後になりましたが、今回 NBDAC はブースを出展しております。展示の場所としましては、ポスター会場のイルミナ株式会社様の後ろとなっておりますので、本日ご紹介しました NBDAC 人データベースへのデータの提供利用や統合バーに関するご質問等ございましたら、ぜひお越しいただければと存じます。本日はご清聴いただき誠にありがとうございました。